まあ平塚くん、平塚くんのことだけ言ってますけど、えー、青少年のその育成条例の権威に関しては、これ3名全員が関わってくるんですよね。平塚くんの言うことを信じれば3名全員が関わってくるわけですよ。当然ですよね。性行為とか、その妊娠していたことを隠していた件とか、この辺がですね、真実であれば、あの、3人が関わってくるわけで、えー それは青少年のその育成健全な育成に対してどうかっていうふうに見られるわけねで違法行為をしていた時に罪に問われるのはあの成人 大人側なわけですよでで弁。2個前の動画で弁護士 .com のニュースで14歳の中学生とその41歳の男性が結婚を前提、お互いがですよお互いが同意の上に結婚を前提でみだらな性行為をしていたということで41歳の男性だけが逮捕されたわけね。これは違法行為をしていたのは14歳の女子中学生と、えー、41歳の,その男性、この2名、えー、だったわけね。 違法,行為とあ違法行為と認定されればね、えー、今のところまだ司法はさんしてないわけ。行政がやばいなっつって、やばいなこいつっつって逮捕したんだけど、41歳の男性をね、これ、お互いが結婚を前提としてやってってるということは、違法行為として認められた場合は14歳の女子中学生もと当然共謀してるということだね、違法行為。だけど、 罪として問われないんですよ。それが青少年健全育成条例であり、平塚くんが言い訳すれば言い訳するほど、えー、その言い訳がですね、えーねあのー、その母親で,ですとか、その15歳のね、えー、14歳じゃなくて、それ、フラッシュのフェイクで、15歳の、えー、女子中学生だったわけでしょ。えー、だから、えー、こっちにまで、えー、行っちゃうわけ。だけど、その、 ねえー、彼女は、えー、罪に問われないわけ。それが条例だから。 だから健全に育成するために大人側はいろんなことを守らないといけないわけね。それはなぜかつったら未熟だからということね。だからこの件も、この件というのは弁護士 .com ニュースに載っていた14歳の女子中学生も未熟だから結婚を前提にその性行為したんでしょっていうふうに見られるわけ。だからそれ自体がみだらな性行為だよっていうふうに司法がジャッジメントしたならば、その14歳の女子中学生もその違法行為に加担してたわけね。 いくら結婚前提だと言ってもね <laughs>、そのみだらな性行為と認められた場合は、司法がない。だけど、14歳の女子中学生は、あなたは未熟だからそういう判断をしたんですねっていうふうに判断されて、罪は受けないということになります。まあ、そもそもみだらな性行為でじゃないですねっていうふうに司法がジャッジメントするかもしれないけどね、このケース。だからあとは あの立憲さ,されないケースもあるからねそもそもが立憲されなければそれで終わるわけですからで、えー、平塚君が言うやつを、えー、これ、えー、ね青少年の育成に対して健全かどうかっていうことで、えー、私は健全じゃないというふうに思えるポイントを書き出してみましたそれがですね母親まずは離婚をほのめかして平塚正之に近づいていってるってことでしょ これ平塚君の正行のその言い分では母親がそうやって近づいてきたよってことでしょこれはえその何て言うかあの詳しくは述べてなかったけどそれがもし真実であれば これは母親側がなんかそのねえー、やつに加担していましたよということでね <laughs> だからこういうことを言っちゃうと平塚君あれですよって自分の身をね保全したいがゆえに言ってくるわけね墓穴を掘ってきてるわけですどん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 墓穴を掘ってくるわけですよねこれ自分の身を守りたいがゆえにこういうことを言うと、えー、だこういう人たちにまで権威がい、えー、くわけねこれあれですかね申告罪じゃないですからね <laughs> わかりますす罪じゃないんですよこれあの14歳の女子中学生と41歳の男性の件は、えー、両親がこれ娘が、ね、結婚したいって言っているような人とこう、ね、性行為をしているってこれ,これなんかあれじゃないかってなんかすっきりしませんねっていうことで警察署に行ってるわけね。<laughs> その結婚自体が反対なのかもしれないし、分からないよ。だからそ、そこから発覚して捜査が始まってるから、だから、被害届けとかそういうの関係ないからね、多分ねこの <laughs> ね、このケース14、えー、ね、相談って書いてあるんですよ、被害届けも何も関係ないでしょ。そもそもが、あのね、刑事罰があるやつっていうのは、えー、まあ、うんと、名誉毀損とかは申告罪かもしれないけど、あの 侮辱罪とかね、そういうのは申告罪かもしれないけど、こ,このケースに関しては、だからそもそも当事者であるその児童側の方っていうのは、そういうふうにもし騙されていた状態だったら、もしくは混乱している状態だったら、そもそも正常な判断ができないので、未熟だからね、だから自らが被害に遭っているというのは分からないわけ、だから周りが見て、周りの大人が見て、そしてそれが司法,権を司法捜査権を持っている行政だったら、 そのまま逮捕とかかやっちゃうわけねねこれねだから被害届とか刑事告訴とかほぼ関係ないから平塚君分かりますそしてそれには相当の時間がかかるわけですよね相当の時間がかかるわけですでだから今何も訪れてないからつって2年後か3年後かに突然っていう可能性ってあるからねそれはまあいいんだけど で離婚をほのめかして平塚正幸に近づくっていうのはこれは、えー、どうかなと思うこれもし娘さんに言ってたら、えー、まさしく青少年の,その健,、えー、健全な育成に関わる条例みたいなところに引っかかる可能性があるからねもし自分の娘にお父さんと離婚するんだよって言ったらもう15歳の えー、児童ですよ。児童つうか法的にはね。法的にはそういう未熟だと認められるその年齢なわけ。だから年齢関係あるんですよ。平塚君。年齢関係ありますからね。で、その母親がいくらいいっつっても、その対象、性行為をしているその人の年齢、えー、が関係あるってことよ。そもそもがね。法的には。法的にはね。 見た目上、見た目上の話言ってたよね平塚君と同じ身長でスラッとしてて見た目上は大人っぽく見える。関係ないから、この青少年の健全育成条例には見た目上が例えば見た目上20歳ぐらいの女性に見えてももしその人が12歳だったら、えー、なんか捕まるからね。<laughs> 犯罪行為として捕まるからね。性行為したらね。まあいいんですけれど、あ、これあれですよ。あの まあいいや。えー、で、母親、二つ目ね、コロナオンライン授業中に、その自分の娘を頻回に、まあ一年経たないうちぐらいに100回でしょ平塚に合わせるってことを、平塚くんがゲロってるわけ。これ、これが本当であれば、母親大丈夫ですかって話ね。 コロナオンライン授業中だからそりゃね学校に行ってないわけですからいろいろ、えー、母親ももし家にいるんであれば仕事とかねしてないんであれば、えー、専業主婦みたいな感じであれば娘と母親2人でいるわけでしょで1年も経たないうちに100回もその平塚宅に送り届けてるわけでしょこれっていうのは青少年の健全な育成に対してどうですかっていうふうに見られちゃうよ母親ね いや平塚君の言うことが本当であればただこういう形で平塚君っていうのは自分の補選補してるつもりでどん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 傷口を広げていくんですよね。<laughs> まあいいんですけどこれ出してきたら、えー、の単に平塚君が悪くないっていう方向に行かないで。えー あのね、母親もそれはどうかなっていう話になっていくだけだから平塚君よく覚えておいて <laughs> 自,分自分以外の誰かが悪いんですみたいな情報を出した瞬間に平塚君が、ね、あの悪いっていう方に行かないからみんな今のところ今までの経験則から、えー、今までの経験則っていうのはこの界隈をの平塚君の行いを見てきた人特に私なんかお金の流れとかね お金の流れとかそういうのを見てきた人左右フラットマウンドの、えー、電磁波測定器の転売から見てるから私なんかはねまあいいんですけどで3番妊娠後期まで父親かっこ夫に教えないっていう声ねこれ健全ですかと明らかに健全じゃないよねこれが信じたとすればねこれ平塚君が嘘を言っている可能性もあるから これ今までの経験則からすると平塚君が、ね、あの保全のために嘘を言っている可能性があるから、あのー、何とも言えないけどもし真実だとするなこれ仮の家庭の話ね平塚君が言っていることが真実だとすれば、えー、娘の妊娠後期までもう要は中絶とかそういうおろせなくなるまで、えー、自分の夫には教えないという行為がそれは健全ですかと娘の育成に関して健全ですかと。娘は、ね未熟 だから母親の意思決定権に従う可能性が高いわけだってもし離婚するって知ってたらしして、まあ、離婚し実際してないかもしれないけど離婚しますよっていうのをあのほのめかされてて,そし,て、えー、そしたら母親についてくっていう気があったんでしょ多分ねほとんどの時間を母親と言ってるじゃあ、えー、別れた後でもじゃあ自分の父親と離れた後でも母親と一緒に暮らすわけだよ だからあの経済的なやつとかも平塚君と結婚するまでは、えー、母親の意思,意思決定に従わないと死んじゃうじゃんそもそもねだから生存本能っていうのはあるでしょ人間生存本能からねあの妊娠後期までそれ降ろせなくなるまでお父さんには伝えない方がいいんじゃないのってお母さんから言われたらそれしちゃがっちゃうわけでしょっていうことはそれを言って た、えー、母親というのはそれです。自分の娘に関してそのな健全に育成するということに政府かどうかっ言ったら私はちょっと疑問だなということで123を取り上げたわけでまずは離婚をほのめかして平塚正幸に近づくっていう行為自体があの娘が知らなかったらあれ,あれですけど知っている可能性が高いわけ。 それはなぜかって言ったら3番とかが3番のにお父さんには伝えないでいこうおこうとかっていうのがもし平塚君の言ってることが真実だとすれば1番も知ってる可能性があるわけで娘はねそしたら娘は従わざるを得ないじゃん母親のねそしてね平塚君ちまで送ってってやるよも言うわけですよしかもオンライン授業中だからコロナのね <laughs> コロナのオンライン授業 <laughs>。まあ、平塚正幸はうがった見方をすれば、この平塚正幸が,が,がオンライン授業うんぬくんぬ言ってたはずですよ。言ってたはずですよ。だからね、国民試験等はもしかすると、このね、平塚くんの小学小中学校か、中学校に電話して、オンライン授業反対とかって言ってたかもしれないけどね、その当時 <laughs>。ね、オンライン授業中だったんでしょ <laughs> まあいいんだけど <laughs>。 で、娘の方ね、夜な夜な結婚と子作りのために、100回、平塚正幸タグに泊まりに行く行為をしてたってことでしょこれ健全ですかと。ね、15歳の、えー、健全だと思ってるわけ、相思相愛で、結婚して子供が欲しいですよと、平塚君の子供が欲しいですよと。 ねえー、そ,れそれは、えー、娘さんの願いなのか母親の,その離婚をほのめかして平塚正幸に近づいていた母親とこれ二,二人のその願いなのかわからないけどもこれが健全ですかっつったら私は不健全に見えるわけです <laughs>。かなり不健全じゃない夜な夜な結婚だけじゃなくて子作りだからね。子作り えー、あの子作りが、えー、普通はね、子作りってできちゃったなわけできちゃったから気づくわけ多分ね相当の確率でこうなわけですよ皆さんね、あのー、結婚しててもそうだよ <laughs> 結婚しててもできちゃっただから不妊治療とか体外受精とかしてどんぴしゃでこの日っていうのが分かる、えー、場合ってあると思うんだよそれそれって逆に言ったらレアケースねレアケースなんだけどそのレアケースを否定したから平塚君は。<laughs> 妊娠1日目、遅くても1週間ぐらいかなみたいな、すぐ分かったからっつってたでしょだから墓穴を掘ってるわけですよ。ね、それということは、子作りのためっていう名目で、15歳の女の子が、当時、みんな40歳、40歳って言ってるけど、当時38歳じゃないみんな40歳、40歳って言ってるから、言ってるけど、今の年齢じゃないからね。だから15歳と38歳なのよ。 でき、昨日、動画で出したやつは14歳と41歳でしょそっくりでしょしかもお互いが結婚前提真剣交際だったこれは通用するか通用しないかで言ったらまず警察は、えー、その14歳と41歳の件は通用しませんって言って41歳をしょっぴいたわけ。 今後どうなるかわかんないよ。立件するにあたって、でその十分な証拠とかが得られるかどうかがわからないけど、でも平塚君の場合は、子供できちゃってるんでしょこれは本当だとすれば。産んじゃってるんでしょしかも、自らフラッシュの記事に、そのなんかね <laughs>、フラッシュの記事を見ても黙ってればいいのに、多分ね、弁護士さんに口止めされてるんじゃないかなと思うけど、100回も会ってますっていうね。 それあの母親が認定で連れてきたよっていうことを言って自分のなんか罪みたいなもの、えー、青少年の健全育成条例に違反してませんよみたいなことを言い,、ね、言いたいがゆえに多分出してきたことにより証拠が揃うってこと <laughs> わかります だから、健正常線の健全育成条例違反っていうのは、えー、平塚君だけじゃないから、目見向けられてるの今、この娘さん、相手方、当然でしょ、性行為ってのは相手方がいて、2人、もしくは、もしかしたらこれは3人っていう可能性、3P、3P っていう可能性あるからね。<laughs> 3P っていう可能性だってあるわけ。だからそういうところまで捜査機関が見てるのね、3P をしてたんじゃないかっていう疑いまでもあるわけね。 まあいいんだけどあのそうす夜な夜、ねえー、な,な子作りのために100回程度平,、まえー、平塚正幸宅に泊まりに行ってこれ娘さんだけが泊まっていたのかさ、えー、母親も泊まっていたのかわ、あのー、からないですけども平塚、ま、私なんか両方泊まってたんじゃないみたいなね。 そ離婚をほのめかして近づいていって離婚寸前だとするならば別にね父親と離れて娘と母親がねもう最終的に別居するんだからみたいな別居つか別れるんだからみたいな感じだったら平塚君宅に泊まってた可能性があるよねそしたら 3P ーーに及んでいった可能性だったるわけでしょそしたらそれってあの15歳の女の子にとって健全ですかつら世の中の大半の人が健全じゃございませんよねって け、えー、しからなんってならないまあいいんだけど。で、娘2番目。父親に自身の妊娠に気づ,気づきながら言わないっていう声でしょこれ健全ですか健全じゃないですか。ね父親とかは分かんないけど、まずとにかく保護者ね。<laughs> 保護者っていうのは、まあ、あ父親と母親と、えー、世の中には一緒に住めてない。例えばおじいちゃんおばあちゃんとか、もしくは親戚の家とか、えー、その施設とかに住んでる人って、 たちもい,いるわけですからねだからそういう人たちっていうのは成人するまで保護する責任があるわけで保護する責任の中にその子供を産み育てるっていう,うやつが来た時にはそれをお手伝いしないといけないわけね当然だけど平塚君自ら言ってたでしょあっちのおじいちゃんにまで話がいっているとか、えー、自分の両親までだから二人だけの問題じゃなくなっちゃうわけねえ だ,だから、そもそもが、そもそもが、あの否認せよっていうことでしょ普通,、ね、普通に考えたらね。健全な交際だ,だったとしても否認、否認すれば、その先の、ねえー、状況に発展していかないのに、否認してなかったっていうことでしょそれはなぜかつ、それが目的だから。否認しないことが目的ですって、平塚君ゲロったわけよ。しかも100回もっていうことでしょ <laughs> だから、 それがね、どういうふうに判断されるかっつったら、ます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 、その嫌疑が色濃くなってくると思うんだよね、いろんな人の。で、この場合はですね、もしかすると母親にも、えー、行くかもしれない。で、娘さんにも当然行くかもしれないわけですね。だけど、罪に問われるのは、成、えー、のの年している大人です、大人側。 でひ平塚君の話とかいろいろ考えた場合に、その平塚君に攻撃してきているとみられる父親は、じゃあどういうことかっつったら、父親までにはいかないでしょ、これ。えち父親は正常な反応でしょ、我々 <laughs> 常識人からしたら。正常な反応なわけですよ、そもそもね。でだけど、父親もしかするとかばうかもしれないわけ、自分の娘とか母親。 わかりますこの,あの14歳と41歳の、えー、男性、えー、14歳の中学生と41歳の男性で41歳の,その、うん、男性が何、えー、ていうか捕まった件だって自分の娘 がえーそのね、そ最初のきっかけが警察署に相談していったことなんですけど自分の娘がしでかしたことでありさらに、えー、自分の,その娘は結婚すると言っている状態だから相談なわけこれね で、ね、多分その父親、今、えー、平塚君の、えー、相手方の父親ね、父親っていうのは、もし、えー、元市議会議員の方出したら、条例とかその法律とか詳しいわけでしょもしくは、その人の周りに弁護士さんとかいて、そういう常識的な人がいて、そしてそれを知ってるわけでしょだから、そういった時にに、多分あのー、もしね、自分の、えー、妻ね、配偶者とか、えー の娘が共謀、えー、してそういう平塚正幸と、えー、そういうことをしててとするならば健全じゃないとされるようなこと <laughs>、えー、もしかすると自分の娘とか母親をかばう方向に行くかもしれないわけねだから刑事,刑事事件としてもし捜査機関側が動くとしたら非常に結構難しい状態になるわけで被害届けとか告訴とか関係ないわけよ だってかばうかもしれないわけだから、この父親はね。<laughs> 父親はとんでもないことされてるわけだけど、我々からしてみたら、下ろせなくなるまで言われてないんですよ。で今までね、あの育てまあ、どういうふうに育ててきたのか分かんないけれども、結果として、どういうふうに育ててきた,かき,き,きたかは分からないけど、結果として、その大事な情報を隠蔽されてたっていうことでしょ。 だけど自分の娘とかその、えー、まだ離婚してない、えー、妻であるからそれをかばうっていう気持ちが生まれるじゃんでもそれは捜査機関側にとったらそ,そこはあの中立な立場に立って法と照らし合わせて執行していかないといけないわけでしょだから結構難しいケースだと思うんだよね平塚君の情報が出てきたことによって。 で平塚君はそれを持っているっつっらいるんだから仮にって言ったけどこれほぼ確定でしょ平塚君そういうところは嘘をつかないんじゃないわかんないけどあるんじゃないこういうのであった場合にどうなるかつら健全じゃないございませんよねっていうだけの話ででこれをね行政機関側がこれだけみんな注目を集めてるのにスルーしたら。 これ結構時間かかると思うんだけど完全にこれを無視して何も、えー、誰にも何もおとかめがございませんでしたよみたいな形になったら私はですね疑います <laughs> 青少年の,その健全育成条例みたいなのが各都道府県にあるけどそれ意味効果あるんですかみたいな <laughs> ね だから、あのー、政治活動やっちゃおうかなと思いますけどねそ、それがね、これみんなスルーしたならば、世の中がね、だからスルーしてないでしょ、YouTuber がみんなスルーしてないですよ、この界隈のね、この界隈の YouTuber、みんなスルーしてないわけですよ、ね、あまりにも異常だから、これね、健全じゃないから、はい、以上です。